クリスプ軍は、アメリカ合衆国のジョージア州にある軍。軍庁所在地はコーディルである。2000年国勢調査時の人口は2万1996人だったが、2007年の推計時には2万2125人に増えた。1905年8月17日に設立された。国勢調査局によると、この軍の総面積は728平方キロで、 うち709平方キロが陸地総面積の2.62%にあたる19平方キロが水域となっている。2000年の国勢調査時点で、この軍には21,996人、8,337世帯、5,869家族が暮らしている。人口密度は1平方キロあたり31人で、 平方マイルに換算すると80人となる。住居数は9559件で、1平方キロに平均13件が立っていることになる。住民のうち白人は54.07%、アフリカ系は43.40%、ネイティブアメリカンは0.15%、アジア系は0.68%、太平洋諸島系は0.03%。 その他の人種は0.98%、根結は0.68%、ヒスパニックは1.74%を占める。2000年国勢調査の結果をもとに作成した軍の人口ピラミッド8337世帯のうち34.8%は18歳未満の子供と暮らしており、44.8%は夫婦で生活している。21.6%は 未婚の女性が世帯主であり、29.6%は家族以外の住人と同居している。26.1%が一人見世帯で、11.1%を独居老人の世帯が占める。1世帯あたりの平均構成人数は2.58人、家庭の平均構成人数は3.10人である。住民のうち29.0%が18歳未満の、 未成年、9.2%が18歳、以上24歳、以下、27.0%が25歳、以上44歳、以下、21.8%が45歳、以上64歳、以下、13.0%が65歳以上となっており、平均年齢は34歳である。女性100人に対して男性が88.7人いる。一方、 18歳以上の女性100人に対しては84.0人いる。1世帯あたりの平均収入は26,547米ドル。家族ごとでは32,747米ドルである。男性の平均収入は28,595米ドル。女性の平均収入は19393米ドルで、労働者でない人々も含めた。 住民一人当たりの収入は14,695米ドルとなる。総人口の29.3%、家族の24.6%、18歳未満の子供の41.8%、及び65歳以上の高齢者の24.0%は貧困線以下の収入で生計を立てている。ありがとうございます。